両国駅は、東京都墨田区横網一丁目にある、東日本旅客鉄道、東京都交通局の駅である。墨田区最西端の駅。JR 東日本の総武本線支線、東京都交通局の都営地下鉄大江戸線が乗り入れ、接続駅となっているが、一番近い出口同士でも300メートル、あまり離れている。JR 東日本総武本線の駅は、 定期列車は観光線を走る中央、総武線各駅停車のみが停車する。このほか、千葉方面の快速線に接続している列車ホームが存在するが、現在は臨時列車のみに使用される。また、特定特殊内制度における東京都区内に属する。当駅は千葉県方面への鉄道を建設した私鉄であった総武鉄道が1904年4月5日に、 両国京駅として開業させた。総武鉄道は市川駅より東側の区間を先に開業させており、そこから西へ東京へ向かって順次建設を進めてきた。そして本所駅から両国京駅までの区間が都心側で最後に開業した。この当時、本所から両国橋までの沿線はすでに市街地になっており、高架線とすることを条件に免許が出された。 会社側は建設費のかかる高架線を避けようと地上の線路に変更しようとする工作をしたが結局レンガ作りの橋脚の上に鉄下駄を乗せた形状の高架橋を約 1.5km にわたって建設して開業することになった。これは日本の鉄道で最初の高架区間であった。当初は単線で開業したが最初から橋脚は複線用に 準備されており、1906年8月19日に、伏線化された。この高架橋の関係で、垂れ流し式のトイレからの汚物が、沿線に被害を及ぼすことを避けるために、本所より西側では、トイレの使用が禁止されていた。総武鉄道の力では、隅田川を渡る橋を建設することが難しかった、こともあり、両国橋駅は、 総武鉄道の都心側のターミナルとして機能するようになった。当初の駅舎建物は駅の西側に建てられており、木造2階建てで面積170坪、建設費は約9000円であった。また、脇に同じく木造2階建ての総武鉄道本社も建てられていた。プラットフォームは全長212メートルあり、その先の東側にも地下道を通じて、 亀沢町方面への出口が作られていた。隅田川からの運河が校内に掘られ、水運との連絡が行われるようになっていた。貨物営業は1904年9月1日に開始された。また、東橋駅をターミナルとしていた東武鉄道も亀戸線を建設して、総武鉄道に乗り入れるようになり、両国橋駅は開業と同時に、 暴走方面だけではなく北関東方面へのターミナルとしても機能するようになった。このために、東橋駅は一時廃止されるが、1907年9月1日に、総武鉄道が国有化されて国鉄となったこともあり、1910年3月1日に、東橋駅を浅草駅に改称して、旅客営業が再開され、3月27日に、 両国共駅への東武鉄道の列車の乗り入れが廃止された。ただし、貨物列車については、1926年7月1日に、小岩駅と金町駅を結ぶ、新近貨物線が開通するまで、東武亀戸線を経由して、北千住駅で常磐線と連絡する運転が継続された。1923年9月1日、関東大震災が発生。 駅舎は倒壊しなかったが、駅構内の機関車5両、客車94両、貨車48両が炎症により消失した。高架橋も大きな被害を受けて、復旧して、運転を再開したのは10月9日のこととなった。バラック建ての仮駅舎を建設して、暫定的に営業を行っていたが、増大する旅客、貨物需要をさばききれなくなったため、 1929年12月30日に新駅舎が営業を開始した。これは2012年現在共用されている駅舎である。この時点で行き止まり式の2面4線の構造となった。駅舎の面積は3034坪であった。当時は乗車口と降車口が分離されており、外から駅舎に向かって左側に乗車口、右側に降車口があった。内部には 出殺口、二等待合室、三等待合室、手荷物カウンターなどが設置されていた。もともと、隅田川の両岸を両国と称し、そこに架か,かる橋を両国橋と呼んでいたことから、橋の近くにある駅を両国橋と名付けたものであったが、次第に隅田川東岸のことを両国と称するようになった。駅名も、また、一般には単に両国駅と呼ばれることが多く、 なっていた。そこで、1931年10月1日に、正式に、両国駅へ改称した。この頃、暴走方面にあった全部で94の駅の中では、東京側のターミナルであった、両国駅は、乗降客数と収入の面では抜きんでた1位であり、貨物取扱い量も、第2位であった。東京の鉄道駅の中では、東京、上野、新宿、横浜、 新橋に次ぐ第6位の取扱収入で当時は渋谷や池袋などよりも収入の大きな駅であった。しかし、両国駅より西側の総武本線の建設が行われると、このターミナルとしての繁栄は次第に調落していくことになった。関東大震災で消失した市街地の区画整理が行われたことで線路用地の捻出が可能となり、 1932年7月1日にお茶の水までの線路が完成し、総武本線の起点がお茶の水に変更された。これにより両国は孤立したターミナルの状態を脱することになった。お茶の水と両国の間は電化されて電車が折り返し、運転を行うようになり、暴走方面への列車の乗り換え駅となった。これに合わせて、現在も使用されている1.2番線の プラットフォームが整備された。地下道で従来の列車用ホームとの連絡がなされ、また電車用のプラットフォームへ直接出入りできる改札口が高架下に設けられた。当初は両国より東側はまだ電化されていなかったので、房総方面へは両国駅での乗り換えを必要としていたが、それでも乗り換えだけの乗客は改札口を通過しないため両国駅の 乗降客数や収入は大きく減じることになった。さらに電化が東へ進展して1935年7月1日に千葉駅まで完成すると、房総方面の列車が同駅で折り返すものが増え、次第に両国駅の列車ホームで発着する列車は減少していくことになった。特に第二次世界大戦後の石炭不足による蒸気機関車牽引列車の減少と房総方面が 機動車がの重点選区とされたことで、当駅を始発、終着とする暴走方面の列車はに往復まで減少することになった。しかし、外防線、内防線と持ち場から先は、まだ非電化であり、1958年7月10日から機動車準急犬吠えの運転が開始され、その始発、終着駅となった。さらに、暴走方面の準急 急行は増発され、一部総武観光船経由で新宿方面へ乗り入れる列車もあったものの、多くの優等列車は当駅始発、終着とされた。これにより再び、房総方面へのターミナル駅としての地位が高まることになった。特に、毎年夏には房総への海水浴客を輸送するための臨時列車が多数設定されて、両国駅の列車ホームは賑わった。後に、 列車ホームは電化された。次の大きな転機となったのは、1972年7月15日の総武本線福々線化である。東京駅から金市町駅までの地下線で総武快速線が建設され、総武線の快速列車が東京駅へ直通するようになった。183系の特急がこの時より完成した、東京地下駅から総武線、内房線、 外防線に乗り入れを開始する。この線路は当駅構内の北側を通過してはいるが、地下から地上へ出てくるところにあり、また旧カーブでもあることから、当駅にホームは設けられなかった。これにより総部快速線の列車は当駅に止まらなくなった。貨物営業も近隣の越中島駅などへ集約されることになり、物流拠点としての役目を終えた。この時点ではまだ、 暴走方面への急行列車の一部など、両国駅発着で残存していたが、1982年11月15日のダイヤ改正により、暴走方面の急行列車は全廃され、特急、使用祭、あやめ、水号が1日1往復だけ当駅に発着する状態となった。百八十八年三月十三日のダイヤ改正でこれらの発着も終了し、当駅は、 総武尖閣駅停車のみが停車する駅となって、現在に至っている。一方、東京で進んでいた地下鉄網整備の中で、両国地域を通る路線は長く開業していなかったが、2000年に都営大江戸線の駅が開業し、両国から地下鉄の利用が可能となった。元来、両国とは、両国橋を挟んだ隅田川の両岸を指す地名であった。しかし、 総武鉄道は当初隅田川の東岸までの開通に止まったため、両国橋の東、東両国に両国橋駅を改良し、後に両国駅と改称した。駅名の影響に両国国技館の開設も加わり、現在では両国という地名はもっぱら両国橋の東の地域に対して用いられる。JR の駅は東西に出入り口があり、駅舎は高架下にある。 ホーム横には、ターミナル駅の面影を残す駅舎とホームが残されている。この旧駅舎コンコースを利用し、居酒屋チェーン、花の舞の独自業態、大江戸808町、花の舞両国国技建て店が営業していたが、閉店。閉店後の旧駅舎を改装して2016年11月25日に、複合飲食施設、両国江戸の連が開業した。 都営大江戸線の駅は JR 駅の東側を通る清澄通りの地下に建設され出口もその両側に設置されている。JR 総武線と都営大江戸線の乗り換えは JR 駅の東口から乗り換えるが駅間がかなり離れている。総武線各駅停車用の島式ホーム1面2線の電車ホームと単式ホーム1面1線の列車ホームを有する高架駅である。 電車ホームから一段低い高さに列車ホームがある。千葉市社管轄の直営駅で管理駅として浅草橋駅を管理する。近くに大相撲工業などが開催される両国国技館があることにちなみ、西口の駅入口にある駅名表示は根岸流の書体で両国駅と書かれ、西口改札横には優勝額が展示されている。また、 西口改札を入ってすぐのところにはタイルの色が違うところがあり、これはよく見ると土俵の形になっている。乗り場3番線は幻のホームとも呼ばれ、発着予定がない時期に飲食などのイベント会場とされることもある。なお、2018年1月にはサイクルトレイン BB ベース専用通路が整備され、道路から直接ホームにアクセスすることが可能となった。 また、2020年11月27日から11月28日には、成田エクスプレスで使用される E259 系電車を活用したテレワーク空間の実証実験が実施された。東駅北側には、東京駅方面へ直通する総武快速線、総武トンネルの入り口がある。列車ホームは、総武快速線東京駅開業前、長らく総武本線、成田。 鹿島線、内房、外房線などへの中、長距離列車の発着ホームで、東京都心のターミナル駅の一つとして機能していた。列車ホームへは西口、または1.2番線ホーム中央にある乗り換え通路からしか入れず、通常は閉鎖されている。現在は定期列車としては、回送列車が1日1本乗り入れるのみで、その他は臨時列車が使用するのみとなっている。 列車ホームは当初は3から6番線の2面4線の串型形状であり、その北側に広大な留置線と貨物設備を有していた。総武快速線の建設に伴い6番線と留置線、貨物設備は廃止され、駅敷地も大幅に縮小された。この縮小部分には後に両国国技館や江戸東京博物館が建設されている。 JR 発足当初は、特急、あやめ、水号の発着があり、総武快速線の団体列車がここで折り返すことも多かった。また2010年3月12日までは、旅客以外の定期列車として、内房、外房線沿線の新聞販売店や主要駅の、キオスク向けに遊刊を発送する、新聞輸送列車が1日1本、3番線ホームから発車していた。 その後1988年3月13日に特急列車の乗り入れが終了し、団体列車も東京トンネルの入線制限が緩和されたために、ほとんどの列車が東京駅まで直通できるようになるなど、使用頻度は大きく減少した。これらの利用縮小により1991年頃に5番線ホームが廃止され、1998年頃には4番線ホームも廃止。 現在では3番線ホームのみとなっている。四4 5番線は現在は、保線基地となり、河川が撤去され列車が入線することができなくなった。なお、3番線ホームは2008年秋の観光キャンペーン、ぐるっと夢半島千葉沖に全面リニューアルされ、同年11月29日発の、快速ぐるっと夢半島1号より、使用が開始された。なお、 新宿方面から総武線千葉方面に乗り入れる特急などはすべて当たり駅の電車ホームを通過する2008年9月2日に発車メロディとスピーカーが変更された発車メロディは現在当たり駅のみで使用されている西口にはバリアフリー施設としてエスカレーターやエレベーターなどを併設している島式ホーム1面2線を有する地下駅である駅名は 江戸東京博物館前、乗り場近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通りである。大相撲の工業施設である両国国技館が駅の近くにあるほか、江戸時代には、肝心相撲が取り行われた両国へ行員が、駅の南側にあり、相撲部屋や力士サイズの服を取り扱う。 洋品店などがあるなど相撲の街として全国に知られている。1909年竣工の旧、両国国技館は恵光院の境内にあったが、第二次大戦後の倉前国技館使用期を挟んで、1985年に竣工した現、両国国技館は駅の北側に位置している。駅北側には国技館に隣接して、東京都江戸東京博物館がある。 前日の通り、かつては貨物駅があり、総武快速線建設に伴い、貨物駅が閉鎖された後には、国鉄バスの東京自動車営業所があったが、現在は、江東区塩浜の越中島貨物駅周辺に移転し、その跡地に、両国国技館が建設されている。国技館の北隣には、旧安田庭園及び、東京博物館がある。 庭園の西側には、隅田川が流れ、川岸に、首都高速6号向島線の高架が建設されている。同高速はほぼ南北に伸び、JR 駅の西側で、総武線の上を通る。旧安田庭園の東側、江戸東京博物館の北側には2004年に、NTT ドコモ隅田ビルという超高層ビルが、竣工した。ここには、 NTT ドコモ歴史展示スクエアというショールームがあり、過去の NTT ドコモなどの携帯電話端末などを一堂に見ることができる。旧安田庭園の北東側、NTT ドコモ隅田ビルの北側、清澄通りと倉前橋通りに面した角の一角には、都立横網町公園がある。ここには、関東大震災で多数の犠牲者を出した陸軍本所被服署跡地で、 都立公園の中でも、異例を目的とした、得意な存在である。敷地内には、震災犠牲者や東京大空襲犠牲者などを祀る、東京トイレ堂や、震災復興記念館、東京空襲犠牲者追悼碑などが建てられており、毎年3月10日と9月1日には、異例法要が営まれる。この横網町公園へは、JR 駅より、都営地下鉄の駅の方が近い。 JR 東口から南に向かって、京葉道路を越え、さらに南に少々入ったあたりに、本所松坂町公園がある。さらにその近くの両国公園には、かつ改修生誕の地位渋みがあるほか、付近には、江戸から明治期の著名人の足跡が数多くある。また、駅南東側一帯は、池波翔太郎の小説、鬼平繁華町の主要な舞台になったことでも、知られている。 JR 西口から南側に向かうと、京葉道路との交点の南側に再開発地域の複合ビル、両国シティコアがあり、内部に劇場、シアターが運営されている。旧、両国国技館はここに位置していた。シティコアの南側に、両国へ行為があり、そこからさらに南に進むと、立川と首都高速7号小松川線の高架橋が東西方向へ伸びる。 同高速は、墨田川岸に作られた両国ジャンクションで6号、向島線から分離しているが、当駅近辺には両路線とも出入り口は設置されていない。最寄りのバス停留所は、JR 西口、両国ビューホテル前付近の両国駅前、京葉道路沿いの両国駅入り口、都営大江戸線の駅近辺、清澄通り上の都営両国駅前の3カ所であり、 都営バスと、京成バス、東部バスセントラル、セグラスツーリズムエージェンシーによって運行されている。都営バスの詳細は、高等営業所、江戸川営業所、臨海支所の記事を参照のこと。JR 両国駅にバスが乗り入れたのは、平23をつけ当の頃からである。その後、門33。 二式二十七系統の両国駅業設定済み三十八系統の新設などによって様々な系統が乗り入れてくるようになる。しかし、ターミナルとしては中途半端であったことも影響して、平2二十三系統は1990年11月には上三十七系統と経路交換の上上の松坂屋へ向かうこととなって、当駅には来なくなり、また門三十三系統には、 豊見水産不動からの両国駅前を理解し便が設定され、草28系統も乾大駅まで運行していたが、いずれも都営大江戸線の開業により、廃止、総28系統も当駅までに短縮、両28系統となった。錦27系統はかつて、京成バスと共同で運行していた。一方、都営両国駅前停留所は都営大江戸線の、 開業に伴って解消されたものである。大江戸線の駅が開業する前までは、横網一丁目、さらに、墨田区役所が横網一丁目から現在地に移転するまでは、墨田区役所前を名乗っていた。また、移動も頻繁に行われており、横網一丁目時代の停留場の位置は、亀戸駅方面が国際ファッションセンター前、豊見水産不当前方面は、 そのほぼ向かいと、現在の場所よりもかなり北方にあった。なお、両国駅前停留所は、JR の駅よりさらに西にある。京葉道路を経由する、両28、西木27両系統の錦糸町駅方面行きへ、都営大江戸線から乗り換える場合、両国駅前よりも A5 出口から左に歩いて、交差点を左折したところにある、緑一丁目停留所が、最寄りとなる。 2008年4月26日から2012年3月19日までは観光路線バス東京夢の下町が乗り入れていた。墨38系統は2015年3月31日をもって廃止され、墨田区内循環バス、墨田百景墨、丸くん、墨林ちゃん南部ブルートが国技館、水上バスのリバや両国駅西口に停車するようになった。 注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。